ポートエンジェルス港。背後はオリンピック山地。上、ワシントン州におけるクララム郡の位置下、クララム郡におけるポートエンジェルスの地域ポートエンジェルスは、アメリカ合衆国ワシントン州北西部に位置する都市。北緯48度6分47秒、整形123度26分27秒。 北緯48.11306度整形123.44083度、48.11306-123.44083。オリンピック半島の北海岸中央部に位置し、同半島における中心都市となっている。市には、オリンピック国立公園の本部が置かれており、同国立公園への玄関口となっている都市の一つでも、ある。ポートエンジェルスは、 アメリカ合衆国とカナダの国境になっているファンデフカ海峡に面している。山が海に迫る地形のため水深が深いのに加え、市の西側から東に向かって形成されているサシが天然の防波堤の役割を果たしており、天然の良好となっている。海峡の対岸に浮かぶバンクーバー島の南端に位置するカナダブリティッシュコロンビア州の州都ビクトリアとは直線距離で、 約3 7トルである。人口は19,038人で、オリンピック半島では最大の都市である。ポートエンジェルスに軍長を置く、クララム軍一軍からなる、ポートエンジェルス小都市圏は71,404人の人口を抱えている。地域の総面積は1 6 3 3トルに及ぶが、 その84.0%にあたる1 3 7 2トルは水域で陸地は2 6 1 k ルにとどまる。市域と市街地は海岸線と国道101号線に沿って東西に細長く広がっている。1791年、スペイン人将校フランシスコ・デ・エリザは太平洋岸北西部を探検中にこの地に上陸し、 プエルト・デ・ヌエストラ・セイニオラ・デ・ロース・アンヘレスと名付けた。しかし、19世紀中盤になると、その名は短縮され、英語化されて、現在の、ポートエンジェルスになった。20世紀に入ると、ポートエンジェルスは製材業で栄えた。ポートエンジェルスの夏は冷涼で、最も気温の高い7月でも、平均気温は、摂氏16度、最高気温の平均は、摂氏19度程度である。 一方、冬は、緯度の割には温暖で、最も寒い1月でも、平均気温は、摂氏3度、最低気温の平均は、摂氏0度で、氷点下に気温が下がることがたまにある程度である。11月から2月にかけては、雨が多く、月間80から120ミリメートル程度の降水がある。ただし、降雪は、あまり多くなく、降水のほとんどは雨によるものである。 一方、5月から9月にかけては乾燥しており、月間降水量が30ミリメートルを下回る。欠片の気候区分では、ポートエンジェルスは地中海性気候に属する。ポートエンジェルスの中心部から西へ約5.5キロメートルには、ポートエンジェルスの玄関口となる、ウィリアム・アール・フェアチャイルド国際空港が立地している。この空港には、シアトルのボーイングフィールドから、 ケンモア航空による便は1日7便運航されているが、ほとんどはゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機等の発着が主となっている空港である。シアトルタコマ国際空港へはピュージェット案を回って車で2時間半前後を要する。また、ポートエンジェルスとブリティッシュコロンビア州ビクトリアとの間には、夏季には1日最大4便。 当期には1日に便のフェリーの便があり、所要90分で結ばれている。ポートエンジェルスは、日本の青森県むつ市と、姉妹都市提携を結んでいる。1990年より、漁師は、市民施設団、民間大使の派遣や、高校生の交換留学などで交流しており、1995年5月に、ポートエンジェルス高校と青森県立、 田辺高等学校が姉妹校提携を締結、同年8月に、両氏は姉妹都市提携へと至った。ありがとうございます。